具体的な内容は現状に基づいて考慮すると語り、これは中国を念頭に置いた措置かという問いには否定しました。一部では最初に輸出されるのは2001年に南シナ海上空で中国の軍用機と衝突した偵察機 EP3 だと推測されています。ライス国家安全保障担当補佐官はファン・ビンミン氏との会見で、全面的なパートナーシップを実践し、南シナ海問題を平和的な方法で解決する、脅迫的な手段を取ることはできないと語ったようです。専門家はアジア海域の政策を進める今、ベトナムとの戦略的な関係はアメリカが東アジア、東南アジアで戦略的な利益を形成する重要な要素となると分析しています。李想、美国華盛顿報道。ではここからは経済情報です。まずアメリカの金融と商品市場の動きをまとめてご覧ください。外国為替市場の円相場はアメリカの雇用統計の改善を受けて円安ドル高に振れました。現在は1ドル109円75銭から79銭で推移しています。一方、3日のニューヨーク株式市場、ダウ平均株価の割値は5日ぶりに値上がりして1万7千ドル台を回復しました。ナスダック市場の株価指数は続伸しました。アメリカ10年債の利回りは前日と変わりません。原油先物は反落、金先物は前日に続いて値下がりしました。ニューヨークのマーケットの3日の動きについて三菱東京 UFJ 銀行の岩岡俊樹さんにお聞きします。岩岡さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずダウ平均株価ですけれども、雇用統計の改善を受けて大幅に上昇して1万7千ドル台を回復しましたね。はい、3日のニューヨーク株式市場はダウ平均株価が急反発、ナスダックも続伸となりました。今朝公表された雇用統計が市場の予想を上回る好調な内容だったことが好感され、ダウは取引開始直後から急反発し、午後にかけても徐々に上値を切り上げる流れとなりました。業種別にはほぼ全面高となり、原油価格の低下で資源関連株が伸び悩んだほかは、金融株やヘルスケア株などを中心に堅調な値動きとなりました。一方、外国為替市場ですが、1ドル109円台後半の円安ドル高になりましたけれども、こちらも雇用統計を受けた動きということなんですよね。はい、本日の為替市場ではやはり雇用統計が好感され、アメリカの金利も上昇する中、ドルが大幅に買い戻されました。ドル円は一時1ドル109円90銭まで上昇しています。アメリカの失業率がおよそ6年ぶりに 6% を割り込み、 FRB の利上げが早まるとの観測も出る中、ドルはユーロや資源国通貨、新興国通貨などに対しても上昇し、ほぼ全面高となりました。最後に、岩岡さんは来週何に注目されているのか教えてください。はい、来週は経済指標は少なめですが、8日に、先月の FOMC の議事要旨が公表されるほか、FRB 高官の講演も多く予定されています。また来週から第3四半期の決算発表が始まります。その他では7日に予定される黒田日銀総裁の記者会見と、9日のドラギヨーロッパ中央銀行総裁の講演にも注目が集まります。来週の金融市場はアメリカ経済の回復が続くことに対する安心感が持続しそうです。一方、 FOMC の議事要旨などをきっかけに利上げの前倒し観測が一段と強まるリスクにも注意は必要でしょう。わかりました。ありがとうございました。ありがとうございました。続いてもニューヨークから@NYC です。おはようございます。ミリオネアじゃなくてビリオネア、ご存知でしょうか。資産が1000億円以上の人のことを言うのですが、この町には多いんです。見てください、こちら火曜日の新聞、町がお札でできちゃっていますが、話題はこの大手経済誌のフォーブズがね、毎年恒例の長者番付を発表して、やっぱりニューヨーク市は全米のどの町よりもこのビリオネアが多かったということなんですね。つい去年まで市長を務めていたマイケル・ブルームバーグさんももちろんその一人、個人の資産
3.5 兆円。そんな市長がつい最近までいたような街ですから、もうニューヨーク市のビリオネアも去年から7人増えて現在は53人、なかなか好調なんですね。なるほど。マイケルさん、53人といってもちょっと多いのか少ないのかピンとこない数字なんですが、実際のところこれ多いんですか？多いんです、多いんです。全米でナンバーワンで、しかもこの53人っていうのはピラミッドのてっぺん中のてっぺんですから、そのすぐ下にはまだまだすごいお金持ちっていうのはもっともっと大勢いて、しかもどんどん増えているんですね。ということで今週はビリオネアと共に暮らすニューヨーカーたちに、大金持ちがこの街に集まることをどう思っているのか聞いてみることにしました。Definitely, because they're contributing to the city. They're investing money, so that makes the city grow and become more well-known and worldwide, especially if so many rich people are living here. I wish they'd stay away. Really? You do? They pay a lot of taxes. They do, but they drive the cost of living up so much for everyone else. Yeah. Okay. I mean, rent is exorbitant. Everything is so expensive in the city now. New York is being ruined because of it. Oh, you do? Yes. Okay. So I can look at this apartment across the street where units are probably $3 to $5 to $10 million. Right. And the real travesty is that the billionaires who are moving here don't even live here. What are you going to do with that money? Like, after you have so many billions, why do you need all that money? That's, you know. So I think it's actually much better for the whole city, you know, and the world, if the wealth is more equally spread, you know. I think that having such an influx of homogeneous wealthy people changes the whole complexion of the city. I find it very upsetting. The wonderful about the city was having an incredible diversity, and I think the diversity leaves. Money does make a difference. I'm happy they're here. Okay, great. Just fantastic. What can you do without the rich but have the poor? We have to go back to work so we can work for the rich. まあ、マイケルさん、まあ、ビリオネアが多いっていうのもニューヨークらしさなのかもしれませんが、それにしてもお金持ちに対して厳しい意見多かったですね。多かったですね。実はああ見えて今回は結構小雨の中での取材でもありましたので、はい、お金持ちの方はあまり外に歩いてなかったのか、うん、どちらかというとこの庶民の意見が集まったのかもしれません。でやっぱり皆さん、あの家賃もね、物価も上がって、個人のお店だったりアーティストはもう街にいられなくなって雰囲気が変わってきているわねっていうような意見が一番多かったように思います。ちなみになんですが、今のデブラシオ市長はこの格差をなくそうというメッセージで当選したくらいですから、スーパーリッチへの多少の、反感っていうのは実際に広がっているものかと思います。なるほど。お金、マイケルさん、お金持ちの人に聞かないとちょっとわからないかもしれないんですけれども、お金持ちはニューヨークのどんなところが好きなんでしょうか？いや、多分なんですが、他のお金持ちの人たちの一緒と一緒にいられるっていうのが、あのニューヨークの最大の魅力なんだと思いますね。皆さんひたすら集まってチャリティーパーティーなんかを開いて、そういった慈善活動の名目の下でリッチな人にしかわからない悩み事っていうのを延々と話し合っているのかと思いますが、それは僕のイメージで、本当はわからないです。さて次の話題に参りましょうか。お金持ちも、庶民のバーにもよく登場するこの街で今大人気のオイスターの話題です。100年前のニューヨークはどこにでも生ガキの屋台があったと言われていますが、最近またまた若者たちの間でその人気が高まって、この5年間でカキの消費量がなんと倍にもなりました。オイスタールネッサンスとまで呼ばれるニューヨーカーのカキへの情熱、早速ご覧ください。最近新しいオイスターバーが増えているニューヨーク、夕方の早い時間はハッピーアワーと銘打って生ガキをなんと1個1ドルで出しているところも多く人気を集めています。メニューは日替わりで毎日10種類以上のカキが並びます。すべて産地直送、生産地によって味わいが微妙に異なり、それぞれにブランドの名前が付けられています。
I like that one more. Really? I like the other ones. Mm. Every week I'm on the oyster hunt, weekly. And I think the Hog Island's the best number one oyster.ワインと同じようにさまざまな産地の味わいを楽しむのがニューヨークのスタイル。全米で数百ものブランドが生まれています。そうした牡蠣を養殖しているマット・グレッグさん、31歳です。5年前に音楽関連のイベント会社を辞め、このビジネスを立ち上げました。こうした若者たちはオイスターアントレプレナーと呼ばれています。マンハッタンから車で2時間ほどの入江で養殖を始めたマットさん、2年前に収穫ができるようになり、ビジネスが軌道に乗り始めました。ここで取れる牡蠣にこの場所の緯度を表す40 North、北緯40度という名前を付けました。 That's perfect right there. Checking the size in the cup. So that's the cup, it's perfect. And the size. It's what nature gives us. We're just dealing with nature, so there's really nothing that we can do to speed up the process except keep those bags split and keep those oysters happy so that they're growing.これは牡蠣の形を整えるための機械。マットさんのお手製です。So the reason why we're tumbling the oysters is, so what we do is the tumbler chips it off and forces the shell to regrow thicker and deeper. So the end result is a very deep cup oyster. ガールフレンドのベスさんは看護師。非番の日はマットさんのアシスタントを務めます。I prefer it over the office. Look how beautiful it is. It gets cold in the winter, but it's better than sitting at a computer. 養殖の最終段階にもマットさんのこだわりがあります。ここは養殖場から50キロほど離れた場所。マットさんは出荷する直前の1ヶ月、牡蠣をここで育てます。潮の速い流れと高い塩分が牡蠣の風味をより豊かにしてくれると言います。マットさんが大切に育てた牡蠣は、契約先のオイスターバーに自らの手で届けています。Really good, really good this time of year. We produce in small quantities, something that is unique and different than another oyster farm. So it's very much a craft.うん、マイケルさん、まあ見た目は日本の牡蠣よりもちょっと小ぶりのようでしたけども、1個1ドルとは羨ましい限りですね。日本では牡蠣といえばですね、牡蠣鍋ですとか牡蠣フライなど、まあ、いろんな食べ方があるんですけれども、ニューヨーカーはどんな食べ方をするんでしょうか。これです。もう圧倒的に生牡蠣が多くてですね、まさにこのスタイルなんですね。真ん中にソースがあって、周りにこう、牡蠣が並んでいるという、こんな感じで出てくるんですけれども、とにかくアメリカ人の中には潜在的に生牡蠣を結構恐れているという人も多いですから、必ずこちらのこのケチャップベースのソースを結構たっぷりめにかけてね結構たっぷりめにかけて、よしこれなら OK って思ったぐらいの時に、美味しそうかなりかけるんです。いや美味しいんですよ、ケチャップ味では。美味しいんですが、あまりかけすぎる と、ね、もうどの入り江で取れたかとか、そんなのはもう分からなくなってしまうんですね。まあでもマイケルさん、そもそもどうして今牡蠣がこんなにブームになってるんでしょうか。
いや、やっぱりこの古き良きニューヨークのへの憧れっていうのは結構強い要素かと思います。この街の歴史を感じながらこう食べるのがいいんですね。でもう一つはローカルフードムーブメントって言って、やっぱり地元のものを食べることこそがこのエコだし、いろんな意味でいいことにつながるんだっていう考え方が最近かなり強いので、それも背景にあるのかと思います。実際美味しいオイスターさえ食べられれば、ビリオネアのような悩みもなく幸せを感じることができますので、皆さんも Have a tasty weekend and see you next week. Ah. 何個目はい、続いてはウィークエンドボックスです。世界のユニークな話題や映像をお届けします。今日はこちら。お、ジーター選手。はい、今シーズン限りで引退した大リーグヤンキースのデレック・ジーター選手です。そのジーター選手の引退までおよそ1週間と迫った試合で微笑ましいハプニングがありました。ヤンキース一筋20年のジーター選手、その華麗なプレーは今年で見納めとあって、シーズンが終わりに近づくにつれジーター選手への注目は大きくなるばかりです。そうした中、ジーター選手のこの当たり、ファールとなったボールはファンサービスとしてスタンドへ。家族連れのお父さんがそれを見事キャッチ。これはラッキー。その喜びを娘と分かち合おうとしますが、なんと投げ返してしまいました。お母さんもこの表情。止める間もなかったですね。はい、ただ球場スタッフの計らいでボールは再びお父さんのもとへ。もう手放したりはしないですよね。はい、娘さんには今度はボール見せただけにしました。それにしても娘さん言い方してますね、うん、将来有望かもしれません。أنا بالنسبة لي يعني حتى التعليقات أو العنوان الرئيسي النهاردة للفيديو المعروض في الاتحاد الدولي إن ما فيش حاجة اسمها مستحيل. إيجيبت のイブラヒムハマトさんです。10歳の時事故で両腕を失いましたが、大好きだった卓球を諦めませんでした。すごい情熱ですね。はい。サーブだってご覧の通り。こちらもお見事。障害者の国際的な大会などで数々の好成績を収めている浜戸さん、一生懸命やれば不可能なことはないというのが心情だということです。最後はアイルランドから。生後1ヶ月のローラちゃんをお気に入りの人形であやしていたところ、ペットのチャーリー君が横取り、取られてしまったローラちゃんは、チャーリー泣かせちゃいましたね。はい、するとチャーリー君、自分のお気に入りのボールをローラちゃんに、お父さんのテレビゲームのコントローラーも持ってきます。さらにおもちゃ箱を引っ張り出して次々とプレゼント。埋まっちゃいましたよ。はい、泣かせてしまったことへのお詫びなのか、それとも単にあやしたかったのか、いずれにせよ愛情たっぷりのチャーリー君でした。なかなか犬っていじらしいですね。そうですよね。愛犬家ですね。